こんにちは自動車ライターの西川純です今日は2010年11月にモデルチェンジをしたトヨタラクティスを取り上げたいと思います多様化するコンパクトカー 僕たちは今いろんな種類のコンパクトカーを選べる時代にいますそんな中でもトヨタラクティスのように少し背の高いコンパクトカーはこれからの時代一つのメインストリームになるんじゃないかなと僕は思っていますキーポイントは3つあると思います1つ目が取り回しの良さ2つ目にスタイリング3つ目に室内の広さです 小さいから取り回しが良くて当たり前ですがその良さをもっと極めるためにどうすればいいかそのあたりをラクティスは真剣に考えたようですサイズが小さいことはそのまま使い勝手の良さにつながるわけですが今回ラクティスは全長4ー以下に抑えただけでなく例えばこの角張ったヘッドライトで 見切りの良さを見せるなど随所に工夫が見られます2つ目にスタイリングですラクティスはスタイリング命で開発された節があると僕は思っています今回フルモデルチェンジするにあたって空力の向上それからよりスタイリッシュに仕上げるために全高を少し下げてきましたそれでも室内をきちっと確保するっていうのが おそらく今回のラクティスの開発のテーマだったと思います。さらに、個性に合わせて3つのエクステリア、インテリアが選べることも今回のラクティスの魅力だと思います。今回の車は 1.3X ですけれども、X と G は同じ顔つきをしています。さらにスポーティーな顔つきの S そして3つ目、もう一つの顔つきがレピスというグレードでちょっと、ね、このグリルのところが変わった形でおしゃれな演出をされています。その3つの個性に1.3リッターおよび1.5リッターのエンジンを組み合わせて選ぶことができるさらには 4WD もチョイスできますそういったバリエーションの豊かさも新型ラクティスの魅力だと僕は思います。 まあ今回のラクティスは、ね、ファミリーユースも相当に念頭に置いてますので2列目のシート特にこだわって作ったようですシートクッションもしっかりしてるしこれれはちゃんと座れそうですねシートバックの方にも工夫があって4段階でリクライニングするようになってます試しましょうねここまで倒れてくれると座る方もかなり楽なんじゃないかなと思います さらに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 ちょっとこのヘッドレストを下げて試してみますけれどもフォールダウンがこちらからでもすごく楽になっていますすすはいこここううででねこちらも同じように倒すことができます。 使い勝手の面で今回のラクティス最も特徴的なのがこの荷室の広さですシートをそのまま要するに4人5人座れるような状態のままで荷室を見てみるとこの広さなんですよねおそらくここにはスーツケースが3つぐらいトントントンとこう縦に乗るんじゃないかなと思います小さな荷物とか積むための工夫もたくさんありますじゃん 1> 1, 2, 3, 4, 5, 箇所さらにさらにさらにこの下を開けるとまだ大事なものは隠しておけるとまあこういうあの使い勝手の工夫というのはやっぱり日本メーカーの最も得意とするところだと思いますこの広さでもまだもう足りないという方は一発で広いスペースが出現しますやってみましょう いいや、簡単でですす。よ。これは使い勝手良さそうですコンパクトカーならではの使い勝手に加えてこのスタイリングと室内の広さ、えー、そんな車が150万円以下から手に入る、まあ、この時点で、えー、かなり魅力を感じていただけたとは思うんですが車はやはり乗ってなんぼです。 後編では実際に乗ってみてその印象をリポートしてみたいと思います。